できないと思うんですよ。そうですか。一つ一つ脱落していかないようにすることですね。ヤクルト今最下位にいるわけですけども、はい、5位から引き離されないようにこの3位から6位までのこの団子レースの中に食らいついておく必要がありますよね、はい。まあ、これだけまあ勝率が悪くてまだ3位狙えるっていうのはある意味特殊なシーズンですから。そうですね、チャンスといえばチャンスですからね、はい。坂本初球打ちライトポール際伸びて切れました、ファウルボールです。積極的なバッティングですが右に切れました。昨日ツーランホームランの坂本、マウンド上はプロ初完封がここ福島あづま球場でした。村中2011年です。まあ、村中のローテーションの柱でしっかり回らないピッチャーがこういうビハインドゲームで登板というところではやっぱりヤクルトは苦しいですね、はい。この村中、赤川、今日先発した、こういうピッチャーが中心になってこないといけないですね。中村インサイド、それを難なく打ち返した。センター前ヒットで巨人追加点。坂本今日もタイムリー、5対0になりました。これでクリーンナップ全員打点。今日ヤクルトと巨人はこのクリーンナップの差でしょうかね。いや、そうですね、